ストリーム以外やってなかったんです。はい、ということで、はい、金子社長のお気に入りの思い出のある、うん、第3戦これ持ってきていただきました。はい、はい、こちらでございますね。これいきましょうか。こちら、まずこちら、はい、これわかりますよね、DJ さん。はい、もちろんニューヨークの、はい、まあプロデューサーである、はいはい、DJ でも、はいはい、DJ クラークケントとのコラボで、はい、曲調ですね。ちょっとカメラに、はいはい、こちらになりますけれども、これ作ったらいつですか？6年とか7年ぐらいじゃない？これもそれこそラファイエットから出されたやつですよね。そうそう、コラボです。トリプルネームですね、はい、ニューエアと DJ クラークケント、うん、でまあ、DJ クラケントってね、やっぱその JT だったりビギーだったりの、はい、まあ、海の親と言われてる、はい、もうまあその人と、まあ、アメリカでこう知り合うきっかけがたまたまあって、はい、まあ、昔から知ってる人分かんないけど、まあ、よく横浜にね、はい、周年のイベントがある時に旅に呼んでた、はいはい、まあ、その人とコラボをさせてもらいました。まあレジェンドです。レジェンドです、はい、これ何きっかけだったんですか？何きっかけ、まあそのイベント呼ぶ、はい、多分4周年だか5周年の時の、はい、2006とか7ぐらいだと思うんだけど、はい、その時になんか作ろうっていうので記念で、それで作った理由はだね。そうか、クラークケントもずっとやっぱヤンキース被ってますもんね、うん、もうニューエラもスニーカーもいいんだけど、カレンって行くとニューエラも半端ないって言われて、あ、家も行ったことあるんですね。あ、もちろんですよ。はははは、先行とかぐらいあるし、しかも日本に来た時にやっぱりそのニューエラショップとか、まあ、当時はフェイムスとか、はい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 、ありましたね。ニューエラショップあったか分かんないけど、まあ、そういう帽子屋行って、うん、大体10個ぐらい買うね、その1個の店で。これとこれとこれと、え、どんなの買っていくんですか？基本的にアメリカにないものを探す。あ、やっぱそのコレクとするようなコレクターズアイテム的な話ですね、うんうん、もうそんなね、もうコレクターでもあり、これトリプルしたのもやっぱクラークケントが一番最初かもしれない。へぇ、まあ、その後アーティストとかね、ブランドとか、はいはいはい、トリプルコラボしてるけど、はい、一番最初にいわゆるやったコラボ、うん、トリプルコラボっていうのは多分クラークケントが最初だ。それこそこのロゴもそうですけども、うん、未だにこう昨年とかもそう、昨年久々にリバイバルしてね。そうですよね、やりましたね。すごいですね、いろんな意味で初めてのコラボということで、15年前ぐらいのものだね、これ。これも激レアじゃないですか？激レアですよすごいっすね。いやいや、まあ、それがまあ最初からインパクトでかいですけど、大丈夫？いや、もうちょっと心配です自分は心配ですこちら、はい、そしてじゃあ、はい、こちら、はい、こちらですね。この B は、はい、あれですね、ブルックリン・ドジャース、ブルックリン・ドジャース、こちらですね、はい、で実はこれブルックリン・ドジャースとラファイエットとニューエラのコラボという、これもう地獄のようなキャップですね、うん、もう、うん、これ実はコラボってやってきて、これはこれはやるようになった経緯は、これは今で言うと、はい、まあ、結構大手セレクトショップだなだって、はい、MLB のコラボをやってるじゃないですか、はいはい、ヤンキースだとかで出してるんだけど、もともとは多分最初は多分このシュプリームがやったんですよね、はい、ヤンキースと、はいはい、MLB と、はい、で、その後、まあ、日本だと、まあ今だと当たり前だけどやってるとこなかったんですよ、はい、で、まあ、ニューエラに相談して、うん、うちらもやん、まあ、これ実はヤンキースもあったの、はい、ヤンキースコラボもやったじゃん、はい、メッツもいいですよ、メッツもあったし、はい、でこれブルックリン・ドジャースバージョンなんだけど、はい、なんでそのシュプリーム以外やってなかったんですよ日本は、はい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 、でそれを打診してヤンキースもやらせてもらって、メッツもやって、でブルックリンもやれたっていう、ブルックリン・ドジャース。渋いですね。これってやっぱ結構すごいこと、ね、やっぱブルックリンでじゃないですか、サイドパッチやって、はい、しかも後ろ側のハイエットのロゴを入れてる、はい、めっちゃ豪華。これはなかなか本当今、これは売ってもらえないんですか？これあですか？めちゃくちゃ欲しいです。じゃあ後でちょっと相談してください、はい、アスクでお願いします。アスクで今これ見てる人欲しいって言ったら、みんな探しても全然ないって。いや僕ちなみにメッツもあります。あ、まずか、うん、あ、持ってんな、持ってんな。なんかね、インスタとかでちょっと開けてほしいね、もしヤンキース。ああ、そうですね、あ、そうですね、多分思
んぐらいだろう、200個とか300個ぐらいしか作ってないと思うんです、当時で。結構多いで、まあ、これもそうだし、多分です、ね、これはちょっと思い出の1個ですね。もうこう、もうメメルビートの正式なトリプルコラボということで、いやーもうエピソードが聞けてすごい嬉しいです ね、いいですよね、なんかやっぱ経緯って分かんないじゃないですか、出てすごいで終わっちゃうから、そうそうそう、実際どうこれをやるまでは結構 MLB ってやるまでは大変だった。ああそうなんですね。実際 どんぐらいかかったんですか。もともとずっと打診してたんですよね。打診してて、まあ、まあスクリームの先にアメリカでやって、っていうのを見て、まあ、これあやりたいなっていうので、で、どんぐらいだろうな、その時ってどんぐらいだろうな、1年ぐらいかかったかな、覚えてない。あでも結構10年以上前、10年ぐらい前か、もっと前、これは10年ぐらい前だけど、ヤンキースやったのもっと前かもしれない。今逆に乱発しててね、日本の、で結構リリースしてるから、なんかだけど当時はやっぱりなかなかできなかったかな。いやいやいや、もうすごいですね、2つ目のエピソード。はい、ドキドキしてます。さあ、そして、最後、3つ目ですね。はい、まあもうこれはもう定番、もう言うことはないです。さっきね、あの会話でも出ましたけれども、ラファイエット、オリジナルの、ニューエラー。まあこれは実はもう、あのまだ出てないので、サンプルです。なんで、まあこれを紹介したかったなと思って。しびれますね。で、これはまあ、よく見えるから、ね、03と23つって、まあ要は今年20周年なんで、で、サイドに20周年アニバーサリーのパッチを、これオリジナルのパッチですよ。これはもう、要はこのサイドパッチって復刻でよくやられるじゃないですか、ラファイエットもこれから先こうやって昔のサイドパッチも使えるようになるっていうのもあり得るかもしれないです、ね、これはちょっとなんかあの、で後ろスウェードなの、えグレースウェードすごいですよ、グレーの普通のバイザーじゃないんです。ちょっと触らせてもらっていいですか。あこれは何の通販番組ですか。でもね、これいいですよ。汗止めがね、白でね、で、ツバールがちゃんとグレーで、普通のグレーじゃないっていう。そうそうそう、これ、すごいですね。まあ、アニバーサリーだから、まあ、今年しかね、使えないですよね、20っていうのは。だから、まあ、これは多分春ぐらいに出てくる。これから。出予定ということで、もう楽しみにもお待ちいただければなと思いますけど、これ正面にね、03と23、これが、始まった年ですね。そうです、創業と今今年で、あで20周年で、これからももちろん、ニューエラとラファエットとのコラボは続けますね。続いていきますね、これ今まで出会ったことあります、最初から今までの持ってる方。ああないね。それまで多分どこかにゲストに呼びたい、呼びたい、呼びたい。僕ね、お店立ってて、前で、あのインフェイマスラファエットの、横のグレーと黒の、あの出たじゃないですか、ウールのやつ。あれは実はニューエラじゃなくてミッチェル&ネスなんですよ。あれ、そうなん、あ、そうか、そう、そうか、そうか、そうか、ミッチェル&ネスのベースボールシャツとあの帽子を作ってて、そうか、そうか、一緒に。でもミッチェルもやってるってことですね。ミッチェルもやってます。アメリカでしてた。それすごいですよ。もうホームゲーム時にもありますからね。そうですよね、はい、なんかやりたいね、集めて、ね、そうですね、そういうちょっとオフ会みたいなのやれたらいいですね。ねえ、しかもだって社長がだってヤンキース持ってないんですから。持ってないんですもんね。持ってないんだよ。ですよね、だから結構あのメルカリとかで探してる、たまに。で意外とね、多分皆さんね、大事に被ってらっしゃるんでしょうね。なかなか出ない。いいですね。いや、これはもうね、最後の最後はもうこの、これから出る。そうですね、はい、これぜひよろしくお願いします、はい、今後とも今後の歴史に残す、残るであろうニューエラーですね、そしてこれからもリリースが続くということで、楽しみにそちらもしていきたいなというふうに思います。まあ、さっきちょっとあの伺っちゃいましたけど、今後の、まあ社長の個人の動きというか、まあラファエットとして、どういう感じでこう展開していきたいとか、こういうビジョンがあるよっていうのがもしあったら。まああのおかげさまで20年今、できてるので、あのやっぱり何ですかね、その目標がどうこうというよりかは常に、挑戦、走る、動き続ける、ついてきてよ、もちろん、さあそしてね、まあ、僕らここにいますけれども、この新しい事業でもある、ホームゲーム東京、始まりましたけれども、まあもし
春ぐらいにはね、もう毎週こうカズ様がリリースしてくるような。そうですね、うん、だからもう本当ホームゲーム東京に来ればもう見たことのない帽子、いろんなブランドのコラボも入ってきますから、うん、そういうものも楽しめるし、もちろんラファエットと、そしてラファエットの、あの一緒にやってるプリビレッジですね、セレクトショップとしてのプリビレッジもあって、もうそちらの動きもまあ動き続けて走り続けるということで、はい、まあ、あと、はい、あのやっぱりこのスタイルでやってるってあんまり今もう日本でないと思うんですよ。でやっぱりこれアメリカでずっと見続けたこのアメリカのキャップ屋さんをやっぱり持ってきたかったんですよね、はい、なので、そうですね、これを忠実に再現できたかなって思うんで、うん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 、やっぱりこれは新しい原宿のスポットにはなるかなって思ってますね。そうですね、はい、だいたいお店の感じ、インスタでも上がってますけど見ていただけるかと思いますけど、もう本当に実際社長が買い付けに行ってたお店の感じを本当に再現した、うんうん、フットの感じですよね、うん、でもあんまりないんだよもうニューヨークも、このスタイル減ってきてるんですね。あー、なるほどなるほど、減ってる。やっぱりね、オンラインとか中心だったりとか、うん、まあ、昔からあったお店はやっぱりなくなっちゃってて、うん、でももう数少ないお店、ニューヨークの周りでももう減っちゃってるんで、はい、特にね、それを持ってきたかったというか、うん、ショーケースがあって、うん、もう店員さんとこう会話しながらこうして選んでみたいなのがまた持ってきたかったんで、はい、まあ、感無量です。リアルスタイルがリアル、はい、もう原宿トンちゃん通りに来れば見れる、はい、体感できるっていうことで、はいはい、もうこのホームゲーム東京も引き続きですねチェックしていただきたいなというふうに思います。はい、はい、まああとそうだ、アメリカのこうスタイルを持ってくるだけじゃなく、まあこの原宿とか渋谷の、はい、まあ、日本らしいこうスタイルも、はい、カスタムとかで表現できたらいいな、はい、まあ、日本っぽいデザインとか、はい、そういうのとか、まあ、日本のドメスティックブランドの取り扱いとかも防止ね、はい、をしていきたいなと思うし、うん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 、また新たにここから原宿から、はい、逆に言うと今度は世界発信できるお店になっていけたらいいんじゃないでしょうか。いろいろ広がるっていうことですね、はい、これ可能性は、はいはい、まあ、この動画見てですね、はい、一度、まあ、来ていただいて、はい、まあ、オンラインもやってますし、はい、インスタもありますので、はい、ぜひチェックしていただいて、はい、お店の様子しっかり商品も楽しんでいただきたいというふうに、僕らいますからね、はいはい、もう一度ならず二度までも三度、ね、4度、はい、死ぬまでも、はい、来ていただければなと思います、はい、お後がよろしい、はい、ありがとうございます